はいどうもコミです。さあ今日はバーエレン、こちら紬組のですねクラン対戦ディーグ回しているタウンホール15-14用のクランですね、こちらにちょっとお邪魔しています。見てもらって分かる通りみんな紫色ですよね。15のク、アカウント、あとこの14のアカウントもあったりするのに対して、まあ、相手が普通に16なんで、まあそりゃ当然苦戦しますわね。なかなか苦労して、いる状態ではありますけども、今日はね、格上前回取れるアタック何って話をしようと思います。前回、突ウィズを使うとめちゃくちゃバカ動画取れますよっていうね、動画を送ったと思うんですね。14の方。で、14が16を全開するには、まあ、突ウィズのバリューがすげえんで、まあ、それが、鍵になってくるって話をしたんですけども、15か16を全開する、14が15を全開することも今すごくやりやすくなってきてます。で、それはどういう風にやったらいいのっていうのが今日のね、ポイントになります。まあ、なんで、これ見てもらうとですね、特にクラン対戦リーグ、あとクラン対戦もそうですが、格上と出会った時の、処理の仕方っていうのがわかるし、かつ、今戦術に困ってる方は、これやれば格上をこう、全開できるぐらいのポテンシャルがあるんですよっていうところをね、理解してもらえると思うんで、ぜひ、14、15の方は見てほしいし、16の人もね、それぐらいの戦術があるんだっていうところを16に応用することも当然できるんで、見ていってもらえたらというふうに思います。で、最後まで見てもらっていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録忘れずによろしくお願いいたします。では行きましょう。超これです。これ。何かというとね、まあもうシンプルに、ボツアチャですね。はい。でね、これね、絶対に覚えておいた方がいい戦術の、今筆頭だと思います。もしもこれね、インビジブルの付け方とか、そういうのがわからないって方は、ちょっとこの動画の中でもう一回ちゃんと詳しく説明もするので、最後までぜひ本当見ていてください。で、なんでかっていうと、まず、この戦術が、まあ、そもそもにおいて強いということ。タウンホール今これ16ですね。セミトラアカウント15なんですけども、普通に全開、余裕でかまします。余裕で。で、かつ、ちょっと前の動画で挙げたグランドウォーデンの新装備が多分出てくると思うんですね。あれ多分新装備だと思うんだけど、その、グランドウォーデンの新装備何かというとファイアボールドーンって打つんですよ。このファイアボールが、この突破者とめちゃくちゃ相性がいいんですね。まあ、詳しくはその動画見てもらったらわかると思うんですが、この2つの理由において、でも、トツアチャーがね、使えないと、結構、なんていうのかな、制限がかかるとまでは言わないけど、苦労する場面が増えてくると思います。なので、これはね、やっぱ身につけておいた方がいいかなっていうふうに思う筆頭戦術ですね。これ、グランドオーデン初手で失っているんですが、で、タウンホール15レベルのルートライダーなんでね、このなんか、すげえ、茶色してるんだけど、これがね、やっぱりね、16においても全然通用する。まあ、間のクロスボウとかがちょっとまだね、15のクロスボウだったりするけど、こういうふうにマルチアーチャータバとかが普通にもうレベルマックスののがあったりするじゃないですか。これも全然通用するんですよね。で、もう、すごく単純で、この、戦術の やり方っていうのは、ここをドーンとトスアーチャーで取っていく。取っていったら、残ったここの部分っていうのを、普通に、ルートライダーとキングクイーン、あとまあロイちゃんかなをガーって流し込むだけ。ルートライダーを今見て分かる通り、こう縦にしながら、後ろからアーチャークイーン、ロイちゃんを叩き込んでいくんですね。で、壁を全部ルートライダーこう壊してくれるじゃないか。壊してくれるから、アーチャークイーンとかも普通にこうね、壁の中にスル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 入っていくし。で、まあ、最後はロイちゃん少し遅めに出すことによって、どうしてもね、火力が強くてルートライダーがやられてしまう、その後処理。壁が空いてないところをロイちゃんがこう取っていってくれるって形をね、作ることができます。まあ、最初からロイちゃん入れちゃうっていう手もあるんだけど、まあどうだろう、スピリットフォックスがいないので、ロイちゃんに、竹が入っちゃった場合とか、すぐロイちゃんが落ちることがあるんですよね。まあ、そうならないように、やっぱ序盤はキングクイーンだけにしておいて、で、終盤にロイちゃんを出して、最後その壁にこう壁に囲われた残ってるところを、取っていくっていう形が、まあ、僕は一番スムーズでいいんじゃないかなっていう風な気がしてますね。で、リンゴさんのこれ。で、まあ、当然ね、分かるとおり、星1も出てるんですよ。これはもう格上ワンチャン全開取るために、もうある種仕方がないって割り切ってる部分でもありますよね。星1がね、やっぱ出ちゃうんですね、この突破ちゃって、今、こことかでトルネが出てきちゃったりしたら、速攻でリカバリータウンホールをヒーローで取っていったりとかしなきゃいけませんよね。で、そういうリカバリーをするの、結構技術が必要だったりするので、まあ、必ずしも、リカバリーが決まるとも限らない、そういう時にやっぱり星1が出ちゃうんですけど、まあ、リーグ戦で使う場合にはね、そういうリカバリーの練習をしておくっていうのがすごく大事かなと思いますが、まあ、通常の、クラン対戦ですよね。とかで使う分には何の問題はないと思うんで、リカバリーはね、2手目、3手目でやればいいし。はい。
まあ、こんな形で思いっきり削りができるじゃないですか。そしたら、今回で言えばここの部分を削った認識なんですね。ここの部分を削った認識になってるんで、ここをまっすぐドーンとルートライダーを突っ込ませていくっていう感じのアタックになりますね。で、さっき言ったファイアボールが、グランドボードに実装されると、おそらくこの辺まで全部、壊しきることができて、もう正真正銘、この村の半分、こっち半分全部、防衛削れてる状態が作れちゃうと思います。なので、このね、トスアーチャーっていうのは強いよっていう話なんですね。で、ここはほら、やっぱで壁の中残ってるところ、ロイちゃんでこう差し込んでいきますよね。差し込んでいって、ロイちゃんとルートライダーとここを取っちゃったら、もうあとは全部、壁の外側からアーチャークイーンが射抜けるので、前回もあったなしよという状態になるということですね。インビジブルの呪文1枚残してるのもいいですね。こうすることによってロイちゃんを延命することができるので、まあ、より壁の中を壊すことができるようになるというか、まあ、その壊せる、壊し損ねる心配がなくなるって言えばいいのかな。いうような形が作れてますね。どうすかね、やっぱりこのね、トスアチャは絶対に今タウンホール14以下の方にとっては必要な戦術なんじゃないかな。突撃艦から出てくるユニットのね、出てくる速さが速くなっちゃったんで、足元のマナを解除しにくいっていうのがありますね。だからここの、巨爆、ここに巨爆があったんですけど、これも吸っちゃったんですよね、スーパーアーチャーが、まあ、だけど、まあ、そういう風にしてやられてしまうこともありますけどね、あるけど、やられなければ勝ちっていうところがあるんですよ。ほら、こんな感じでインビジブル残っちゃってるじゃないですか。ユニットもすんげえ残ってますね、こういう風に、うん、これだけの余力を格上相手に出せちゃうので、まあ、これはやらない手はないよなっていうところじゃないかなというふうに思います。どうでしょう。で、最後はね、このトツアチャーを、まだ慣れてない人に向けてどういう風にその呪文の順番とかを考えていけばいいのかっていう、そこにちょっとね、着目して最後1本アタック見ていきましょう。これ見てもらえばおそらくね、これ見ながらその通りやってもらえれば大体失敗しないと思います。いきますね。まあ、なんで、ちょっとこいつはね、村のレベルが若干低め。で、バルーン出して、この辺の黒爆弾を回収しておきながら、ギリギリ、この影にかかっている状態であれば、当分が効くので、突撃艦そのものじゃなくて、この突撃艦の影を見ながら、が、この、グランドボディのサークルの外に出ないうちに、当分かけます。で、インビジブルを落としてから突撃艦を落とす。インビジブル突撃艦で、クローン、レイジ、さらにインビジブルですね。っていう風に順番にかけます。もう一回言うね。インビジブルかけてから突撃艦を手で落とす、手動でインビジブル突撃艦を落とす、クローンレイジ、これです。で、これね、アーチャークイーンが、2発、矢を撃ちますね。ピピピンピピピンって3発目を撃つところでインビジブルかけるんです。これね、もう一回見ててほしい。パクさんがやってるのを何ならもう一回巻き戻して見てほしいんですけど、インビジブルかけるタイミングっていうのが巻き戻してみるか、別にこれ最後全開になるんだから全開まで見なくてもいいよね。もう一回見るね。時間も早いんで、もう一回やらして。はい。で、まずバルーンを出して、この辺のね、防衛施設をホームバルーンで壊しながら、これ、影が、この円を出ないギリギリのところで、トームかけていくと、ちゃんと突撃艦トームかかります。で、これ、インビジブルかけてから手動で落とす。インビジブルかけてから手動で落とす。で、クローン、レイジで、すぐインビジブルかけます。ポーンって。これね、ちょっと今若干遅くなったけど、これぐらいならギリギリ。で、3発目を撃つときに行きます。1発目、2発目、3発目を次に入れる。で、1発目、2発目、で、3発目を次に入れる。こんな感じ。このタイミング。このタイミングで、インビジブルをかけていくと、アーチャークイーン、あと、スーパーアーチャーが、全然インビジブルのその、隠れてると。状態から外に出ることがないので、ダメージ受けないってことですね。これちょっとでも外に出ちゃったりすると、投石があった場合、投石で一発でバーンって全部やられますんで、そこマジで、注意した方がいいです。っていう感じね。はい。このタイミングをぜひ覚えておいてください。で、このタイミングが、身につくと、もう別にね、そんなに、気にしなくても、インビジブルちゃんと決まるようになります。まあ、攻める前にフレチャで1回ぐらいインビジブルのタイミングチェックをすれば、まあ十分なレベルになってきます。で、スーパーちゃんがやられちゃうんですけどっていう人は、さっき言ったね、タイミングを意識的にこうやりながら、気にしながらやってみてください。1発目、2発目、3発目打つところでインビジブル。これぐらいな感じで打っていくと、インビジブルがちゃんと効いて、スーパーちゃんがやられないままこうね、攻めていくことができるようになります。まああとはもうさっき見てもらったルートライダーのアタックですね。
はい、壁の中心部分のマルチインフェルノにもしっかりアーチャークイーンが刺さっているので、これで、壁の中はだいたい OK。 ちょっとねこのね下方面6時側が重いんですけど、ここにロイヤルチャンピオンを当てたいので、ロイちゃんはあのすぐ出さずにそこを貯めてますよね。はい、キングとかアーチャークイーンがこっちに到達して、この投石とかクロスの影がねそっちに移ったタイミングでこう、ロイちゃんを出してあげるといいんだけど、あ、いや行っちゃったな行ったな、時間足んないっていう風に思ったのかな。結構ここ早めに行っちゃうと苦しいと思うんだけど、行きましたね。はい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 、ポン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 と行って、でここでアーチャークイーンがクローク打ったので、あ、これでもうあれか、行けちゃったんだね。村のその攻撃や防衛かのとレベルが低いんで、ロイちゃんが普通に、シールドで全部投げ倒していきましたね。はい、ちょっとこれはギリギリにもなったけど、まあでもそれでも全開綺麗に決まってますね。ということで、突撃艦スーパーアーチャーですね。これはマジで今タウンホール14、15の人は覚えておくとすごくいいと思うし、まだ14、15になってない人も覚えておくと、結構ね、これから長く使える戦術だし、まあ、1個前の動画で僕言いましたけど、この村だったら突アーチャーだよねっていう村が結構出てくるんですね。もうギチギチに防衛が密集してる村。そういうところに対しては他の戦術を使っちゃうと火力が高すぎて一気にユニットが全滅させられちゃうってことが普通に起こり得るので、まあ、そうじゃなくって、スーパーアーチャーを差し込んでいって、もうそのギチギチに詰まった防衛を一網打尽にしちゃうっていうね攻め方はすごく有効だと思いますので、ぜひまた習得しない方はやってみてもらいたいなと思うし、やっている方はですね、ガンガン使っていっていいと思います。格上全開普通に取れる戦術なんで、このスーパーアーチャールートライダーのね、コンビネーション試してみてもらえたらというふうに思います。はい、ということで、今日はですね、タウンホール14、15の方向けに格上全開取れる、もう一押し戦術を、ね、紹介してみました。使ったことない方向けにもね、少し丁寧に解説をしましたけども、どうでしょうか？参考になったらいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今日も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。